る？る。
よくぞこんな裏街道にあの店に足を踏み入れてくださいました。さ、続いて奥へ。私はロッカって言います。まだまだギルドにも入れてもらえないような半人前の術師ですけど、よろしくお願いしますね。え？ギルドに入ってないのはまずいんじゃないかって？はっ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 はー。お客さん、一個なしですよ、それは。ほらほら、その代わりにうちは他より庶民的で親しみやすいんですから、いいじゃないですか。普通、術師って言ったら気難しくて怪しげな人ばっかりですけど、私と来たら明るくって優しくっておまけに可愛い。ほら、お得だと思いません？ね？ね？はぁ、嘘です！帰らないでください！もう、お茶目なんだからお客さんってば。あ、そうだ、店の説明がまだでしたよね。じゃあ、簡単にお話しします。力の根源と称されるガーディア、私たち術師はその力を満たすことを主な生業としています。わかりやすく言うとですね、力の使用回数を元に戻すことができるということです。さあ、そんなに難しいことはないので試しにやってみるとしましょう。でしょう。世界に満ちる水を象徴するガーディア、争いを鎮め乱を収めると言われているものです。具体的に言えば水属性の魔法攻撃を行いますが、どうでしょう。あらら、残念です。じゃあ他のものはどうでしょう。リゼルドじゃないか。ル？ああ、それより聞いたぞ。今回の試験は散々な結果に終わったらしいな。なんでも歴代最低だった。いやー素晴らしい、実に素晴らしいよ。君こそ落第者の名にふさわしい。で、君ってやつは独り言のふりをしながら人に面と向かって悪口を言うのか。なんて嫌味なやつだ。そんなことを言うやつは落語者呼ばわりしてやる。どうだ、まるで人生から転げ落ちたかのようだろう。はははは、当然だよ、僕がトップだったのだから。悔しいだろう。今まで君は何かの間違いで試験に残り続けていたが、それでようやく実力のなさが露呈したわけだな。そしてこれで僕と君の実力には天と地ほどの開きがあるということがはっきりしたわけだ。大丈夫か？
君は。あらぬ方向を見て一人でブツブツと。しかも優しい目をしていたりするところが恐怖心を倍増させられる。これが人生の落語者というのか。怖い、会いたくないものだ。まあいいさ。君など僕にとってはせいぜい足の踏み台くらいでしかないのだ。それにしても叙任式が楽しみだな。僕は宮殿で女王陛下であり最高軍司令官でもあられるユリシア様から騎士として認められるんだ。そしてユリシア様にお仕えできる日々が来るわけだ。女神ドアフィーナが降臨したかのようにお美しいという噂のあのお方に一刻も早くお会いしたいものだ。どうせ君の名が呼ばれることなんて永遠にないだろうがな。ま、せいぜい僕の勇姿を遠くから指をくわえて眺めていてくれよ。おっと、こうしている場合じゃないな。叙任式に備えて僕は今からでもサウナに通ってお肌と髪の手入れをしなければ。ではさらばだ、アスリジェルド。君はこれからも落語者として惨めに生きていってくれ。僕はこれから旧国の英雄として誇らしく生きていくからな。
私はどうしたらいいんでしょう。わからない。何をすればいいのか。そして私には一体何ができるのか。私、失礼いたします。申し訳ございません。申し訳ございません。失礼いたします。Good.